芳根さん、アルマゲドンって映画、私もね、スーパーに勤めてる会社員時代に何度も見に行きました。いや、なんかね、当時はね、ものすごくいい話だなと思いましたし、やっぱこうクライシスものっていうんですか、世の中の終わりをどう人類の知恵が救っていくか、勇気が救っていくかって結構ね好きなんですよね。まあでも今振り返って冷静に見たところ、結局アメリカ人がヒーローかよみたいな話もあるし、あとね、アルマゲドンって隕石落ちてくるって話でしょ。もっと確実に世の中が終わるような話ってのは金がないことですよ。しかもそれって今日から何とかできるわけですよね。限られたヒーローだけが金を稼げるわけでも何でもなくて、誰でも稼げるわけですよね。だからとりあえず隕石が落ちたら諦めるとして、まあ、日々の暮らしを豊かにできないのは、まあ、自分でもね頑張りが足りないところがあるんではなかろうかっていうところも忘れちゃいけないかなと。もちろん頑張ってもダメな部分ってあるんでね、頑張れない人もいるんですとか言って怒らないでくださいねって話なんですけどね。確かに頑張れない人もいます。やっぱ先天的にね体が不自由な方とか、いろんな状況で勤務に出れない方とか、あと介護離職っていうのもありますからね。お父さんやお母さんの介護がもう心配でね、会社に勤めてたら十分介護ができないから、もうとりあえず離職してアルバイトで食いつなぎながらやるんだみたいなね、いろいろありますからね。かなりの問題解決を扱ってきましたけども、これからも様々な問題出てくるでしょうね。諦めないぞ。いってらっしゃい。